おざす、ティッシュスンです。さて今回はこちらスファー使っていきます。スカーではないです、スファーです。はい、というわけでね、やっていきましょう。でスカーさん、なんかグレネードランチャーとかついてるんだけど、あの人の株にアンダーレールっていうの、はい、ただちょっとボタンの数が少なくて、グレネードランチャーには変えられません。はい、この飾りです。まあ見た目がかっこよくなるから俺の士気が上がるということで、やっていきましょう。はい、さあなんか左から食らったが、でもなんかホバーが見てるから大丈夫か。あ、でもなんか赤点ついたね。であれか、あ結局まあホバーがやってくれて、でリロードして、でちょっと反動強いかな、 BF4 のスカーよりも。まあスカーといえばね、威力が高くて、まあ、ヘッショ2発キルが可能な、まあ、かなりの強武器。確か ESL ルールだと禁止武器とかじゃなかったっけ。はい、まあそれはともかくやっていきましょう。でこれ味方の足音で、まだいるしよそこ。はい、まあ、タップで打てばまあ反動でかいけどなんとかなるか。さあ本来ならこういうポジ取り合戦は AR の発行だけど、この世界の PP29 とか一瞬で頭抜いてくるから油断はできない。あ、あそれ勝つんだ。腰打ち合戦でまあ終わったと思ったけど、なんか勝ったね。意外と腰打ち精度高いのか。さあどうなんだろう。はい、でこっちにいるんでまあなんとかしたいが、ちょっと拡散するか、 AR のなんかこうカルマで5で。ちょっとさっき A 回ってたと思うんだけど、ただ威力がめっちゃ高いね。ヘッショのダメージが半端ないわ。さすがスカーのなんか流れを組んでるって言ったらいいのかな。あ、やばいな、これはあんまり良くないね。いや大丈夫、俺にはスカーの加護がついてる。そう、スカーを信じよう。さすれば与えられん。はい、行きます。あれスカーの加護は普通に負けた。バレてたっていうか、あこいつスカーじゃなかった、そういえばスファーやった。くそこのパチボいますね。やりますね。はい、で TTK だけはこいつ異常に速いな。いやめちゃめちゃ長所だ。ちょっと20発っていう相談数がなんか連戦には響きそうだけど、だ1人やる分にはめっちゃ強いのこいつ。多分ヘッショ2発でしょ。素晴らしい、いいですね。でこっち側になんか赤点っぽい分あるが OK。 でなんかこっちから多分敵の初期リスの方から戦車がなんか来てんのよな。ちょっとそれが怖いけど、まあ、一応様子は見に行ってみるが、いますね戦車。 A かな。いや40ミリグレネード使えたらねいいんだけど、使うには何かのボタンを犠牲にしなきゃならないから、ちょっと、うん、もやもやするね。はい、まあいいや。であとはでこっち本元いるじゃん、ホバーと戦車。マジでどうしようもないんじゃないこれ。でもなんとかなんない。あホバーこれ固定基準に変わったんじゃない。おお行くぜ。おい普段はよくもエッチね。おっちんだ、素晴らしいですね。あいや別にあのパイロットっていうか操縦士の人をディスったわけじゃなくて、ダイスにチネって言いました。いるね。ちょっとずれるがエムが OK で何とかやっていく。で回復も出して、でなんか足音してない来てますが、腰だけやべえなこいつ。反動はバカみたいにでけえけど、腰打ちだけはバカみたいに強いよ。なんなんこいつ。AR? 本当に。まあいいや。で、まあちょっとしばかれてしまったんで、また湧き直そうか。で、さあ、どこに湧くか。アルファちょっと防衛失敗しそうだね。支援に行くか。はい、というわけで、なんとかしたいが。でヘリもやばそうだな。めっちゃ飛んでるじゃん。まあ一応、慎重にクリアリングはせざるを得ないけど。さあ、あ、いますな。ちょっと逃げられて赤点もついてしまった、まあ、あまり気にしないでおこう。 OK、 はい、で1人やって、さあさっき逃げたのとは別かな、まあ、スキンが違う気がするけど、こっちに回った、回ってるっぽい。あずれた。で腰ですよ、あっ強い。なんでこれ こんな腰打ち強いんだ。いるね、ヘッショ狙ってみる。おやっぱヘッショ2発。さああとはいますな。でそこ、あ俺のクソエムのせいもあるけど、ちょっと全く継戦させる気ないな、この20発弾倉は。これ30発の標準弾倉だったらどうなんだろう。今あのデフォルトの高威力弾丸だけど、ちょっと気になるね。まあ、標準の弾でもなんか M5 よりは TTK 短そうだけど、どうだろうか。
まあいいや、とりあえず D 行こうか。なんかいるでしょ。はい、あ、こいつあとなんかこの高威力弾丸を50発ぐらい詰めれるパワードラムっていうドラム型のマガジンが あるんだけど、それ解除したらやばそうだな。こいつ結構夢広がりングかもな。すげえ楽しみだわ。ちょっと300キロはきついけど、うん、でもこの性能ならね、まあそんなめちゃめちゃ修行かって言われたらそうではない。ちょっと連発打った時の拡散がきついけど、いやなんかね、一応拡散値や修正入るらしいから、こいつ化けそうだね、修正、あの拡散がなくなったら。はい、楽しみな一丁ですね。で足音してるが、いらっしゃいませ。 OK。 なんか敵ビゾンじゃなかった、なんかヘリカルマガジン一瞬見えたんだけど、 SMG でこの距離腰打ち勝負で勝つか、なんなんこの武器マジで。腰打ち特化ってわけでもなさそうだけど、はい、まあいいや。こいつマジで50連マガジン解除したらやべえんじゃねえか。育てようかなこいつ。でもなんか40ミリグレネードを俺のパッドパパパパパのせいでちょっとボタンが足んねえからつけてて損した気分になるんだよね。これなんか、いやないか、あのグリップとか変えれたらよかったんだけど。はい、まあちょっとあれだ、もしかしたらなんかね、背面アタッチメントみたいなやつが出てくるかもしれないし、このデュアルセンスにそれを期待して、まあ、ちょっと育ててみてもいいかなこいつなら。はい、なんか AR の性能が不遇視されているこの世界ね、 SMG どもにちょっと一発うがってやりましょうよ。スカーさん、ごめんなさいスファーさん、はい、でお前も腰くらえ、よしつえで、あ、悪くないかな、まあ、めっちゃいいってわけでもないけど、まあ、もうちょっと、もう一試合やってみようか。次ちょっと30発の弾倉使ってみます。なんかいるっぽいけどな。なんだこれ、すげえ見づらいんだけど。このフィルターなんだい、ダイスさん。またいつものおしゃれフィルターかい？勘弁してくれよ。なんだよこれ。赤い。で、敵のネームプレートみたいなやつも赤いからすげえ、ちょっと視認性落ちるな。ちょっとどころじゃない、まあまあ落ちるな。まあ頑張るか。さっきはなんとかなって助かった。で、奥の方に味方いるんで、その前に赤いスポット。あ、あれか、くそ、マジか。やらかした。やらかしたっていうか、宮山大志さん、おしゃれフィルター消せ、もう。はい。さあ、いますね。OK。30発の標準弾倉、やっぱ反動は小さくなるな。うん、それは素晴らしい。中距離も抜きやすくなった。はい。で、この室内、もう腰打ちでええわ、このクリアリング。BF5 みてえに。どういうこの腰打ちクリアリングで、この目怪しいな。お、俺の腰食らいたいか。入ってらっしゃいませ。あ、いつね、うん、30発弾倉でも腰が強い。 OK。 あれ、俺のキュラシは まあいいや。はい、でなんかグレーが全部スモークに変わってんだけど、猛戦消えた時にこれまたバグなんかな。まあいいや。はい、まあそのうち治るでしょう。で、手前の方になんか敵へ見えるね、赤スポットあり。で、これどうでしょうか。で、あ、走ってるわ。で、味方ナイス。で、君も腰食らえ。素晴らしい。素晴らしい腰使い。うん、いいですね。さあ、味方の主力と合流したいが。まあ、そんな進んでないな。そのすぐ前が前線か。はい。で、まあ、なんとかしていきたいけど、なんとかなるんだろうか。お、ミサイル飛んできたな、これ。ヘリ飛んでんじゃない。このマップは、ヘリじゃない、カモメ、めっちゃカモメ、恥ずかしいか、まあ、あ、本元いた、君だ、くそ、カモメった勘違いしが、めっちゃカモやん、もうなんか、あかん、もう俺、くそ、あ、もう八つ当たりする、あいつに、もう本当、じゃ、なんか、ロックできないの？あ、できるね、OK、いってらっしゃい。で、なんか、いっぱい飛んでったな、ミサイル、やらねえか、OK、やった、俺だ、やったの俺だ、あれ、イエーイ、はい、で、1キルもらって、奥に1人、さあ、で、リロードして、このコンテナの後ろいるっしょ。さあ、腰、あ、君も腰食らえ。なんなんこれ。あ、それちょっと無理だ。まあいいや、面白かった。はい、あ、なんかまあさ、この30発弾倉の TTK 自体はどうだろう、 M5 のなんか劣化な気がするけど、まあ、なんかサブ弾倉って感じなんだろうね。メインの20発の高威力弾倉が切れた時のサブみたいな感じかな。さあ、で
まっすーが OK で手前に1人、ちょっとダメか、次いらっしゃいませ OK。 さあ1人抜いて、でこっちの方にまだなんかいるはずマウスの振り向きってすごいよな、ケツ向けてると思った瞬間こっち振り向くからって、やべえわ。でなんか撃たれてない、これ、あこれ SVK だわ、ちょっと 60% 飛ばされたわ逃げよう。でそこいらっしゃいませ、いただきます。あー気持ちいい、はい。お彼もスファーね、彼もあの腰打ちに取りつかれたんでしょうか、スファー使ったりってことは、まあなんかそんな感じでしょう。はい、というわけでやっていきたい。であとどうしようか、でなんか来てる車両、これホバーかボルトでしたボルトもまあまあやばいよな。いや戦車が強いのはわかる、ヘリが強いのもわかる、まあそんな強くないけど今作、ただホバーとかボルトとか装甲車系が強いのはわかんない正直まあいいや、はい。でまあ次やっていこうか、で終わったかな、で結構頑張ったんじゃない、まあまあ頑張りました。いやスファー面白いね、皆さんもねぜひとも使ってみてください。では次回の動画でねお会いいたしましょう。バイバイ。